はい、皆さんこんにちは、トン吉でございます。今日のお話はですね、格安ジムのお得な料金プランがまたね、新しく出たので今日はそのお話をしたいと思います。具体的には日本通信から出た合理的かけ放プランというものについてお話ししていきたいというふうに思います。でこのプランね、7月の14日にプレスリリースがされていて、ちょっとだけね時間が経ってしまったんですけど、どっかのタイミングで一度このプランについて解説したいなしたいなと思ってきたので、今日はこのプランについてお話ししていければというふうに思います。このね、合理的かけ放プランというプランはホームページの方を見てもらうと分かるんですけど、大手キャリアとの比較って結構されてるんですけど、格安SIMとの比較っていうのはあんまりされてないところが実情かなというふうに思うんですね。ということで今日の動画はですね、以前60歳以上の方におすすめしたいスマホプランということで紹介した UQ モバイルだったり Y モバイルだったり、その辺のね、いわゆる格安SIM もしくは大手キャリアのサブブランド的なところと比較してどうなのかっていうところを中心にお話ししていきたいというふうに思います。ということで今日の動画行ってみましょう。はい、ということでですね、まず一番最初に今回発表された日本通信 SIM の概要についてお話ししていきたいというふうに思います。でこちらのプランですね、もともと皆さん馴染みがあるのっていうと B モバイルっていうのが馴染みがあると思うんですね。で日本通信さんはもともと B モバイルっていうので格安 SIM を展開してたんですけど、今回合理的プランというね、まあいろいろちょっとこの後お話しするんですけど、そのプランを展開するにあたって日本通信 SIM ということで新しい名称に変えて、まあ、チャレンジしていくっていうことで始めたプランのようです。で一番気になる料金面は2480円という基本料金で、ドコモのかけ放題、そして 3GB のパケット通信がつきます。もう非常に分かりやすいプランになっています。で特にねこのプランですごいのはドコモの回線網を使った格安 SIM としては初めての標準電話でのかけ放題です。で今まで楽天電話とかそういう風な感じでプレフィック電話、まあ、いわゆる中継局を使った電話でかけ放題プランとかっていうのはいくつかあったり、あとは値段を安くしたりするプランっていうのがあったんですけど、今回のプランは携帯電話の通信網でかけ放題というところが非常にすごいポイントだというふうに思います。でさらにですね、 3GB の高速通信分がついてるんですけど、もしこれを超えちゃった場合どうなるのっていうことになるんですけど、このプランはもう基本1プランしかなくて、 3GB を超えた場合には 1GB ずつ追加購入でパケットを買っていくことになります。でその時にかかる費用がなんとですね250円です。この250円高いのか安いのかわからない人もいるかもしれないんですけど、大手キャリアで 1GB 追加しようとするとだいたい1000円かかります。格安 SIM の各社さんと比較してもこの 1GB あたりの料金は2分の1とかね3分の1ぐらいの料金に収まっているという料金になってます。まあ、非常にお安くね使うことができるということですね。でなんでねこんなに安い料金でかけ放題が実現したかっていう点にもちょっと触れておきたいんですけど、格安 SIM の各社っていうのは大手の通信網回線を借りてサービスを提供してるんですけど、このサービスを提供してもらう時の特に電話の部分、それの卸料金っていうのが高すぎないかということで、日本通信から総務省に対して異議申し立てみたいなのをしてたんですね。でそれが先日大臣制裁ということで、ドコモはもっとね電話の卸料金を下げなさいよっていうような制裁が下りました。でこれに実際いくらになるのかこれから決まるんですけど、かなり安くなるっていうことで、まあ、先行的にねちょっと始まっているような背景があるようです。まあ、先行的に始まってるって言っても、大臣制裁が出たその時まで遡って料金は適用されるので、日本通信にとってはすぐにねユーザーの方になるべく安い料金で提供しようということで今回のプランがスタートしたようです。この料金の特徴としては、いわゆるね格安 SIM で多くあるような低速化スイッチっていうのがないです。であとは、3GB の容量がありますけど、それを使わなくても翌月に繰り越しすることはできないです。このプラン嬉しい点としては、最低利用期間がないということ、そして違約金がないという点ですね。あとはですね、ドコモの回線を使っているので非常に通信が安定しているという点で、さらにドコモの端末だったりSIM ロック解除をした他社の携帯だったり自由にね使うことができます。その辺が今回発表された日本通信 SIM の特徴かなっていうふうに思います。ということで今回サブブランド的なところと比較すると言いつつ、じゃあ大手とはどうなのかっていうところもね簡単に押さえておきたいと思います。で大手と比較した結果は日本通信のホームページの方にこんなふうに出てたので、それを参考にしたいと思います。じゃんと
はい、こんな感じでね、見ていただいた通りね、菅官房長官が言ってる4割削減を大体達成できるんじゃないかっていう数字になっています。まあ、大手3社でかけ放題をつけようとするとね、パケットの方とかいろいろ問題はあるんですけど、最安で見るとこんな感じになりますよっていう風になります。各キャリアごとにデータ通信量がね、2ギガだったり3ギガだったりいろいろしてると思うんですけど、大手3社とも最低維持費っていうところを見ると 1ギガバイトにすれば一番料金低くなるんですね。その場合を僕の方で見繕うとですね、キャンペーンとか一切なしで単純に最低プランの料金とかけ放題のプランを足すとこうなります。それでもですね、十分今回の日本通信のプランというのはお安いっていうことが言えるかなというふうに思います。ということで、ここからじゃあ Y モバイル、 UQ モバイルと比較してどうなのかというところに入っていきたいというふうに思います。で、ここでの前提条件なんですけど、 UQ モバイル、 Y モバイルとも通話プランの最低プランですね、パケットは両方とも基本的には 3GB ということになっているので、そのプランとの比較をしていきたいというふうに思います。でその場合ですね、最小プランプラスかけ放題オプションというのを足すことになるんですけど、両社とも足し合わせると約ですね3,800円ぐらい、これ税抜き価格で3,800円ぐらいの価格になります。ということで、単純にかけ放題のプランを使おうとすると日本通信の方が1000円ぐらいお安いプランになってるってことがわかるかなと思います。いやちょっと待ってよ、 UQ モバイルとか Y モバイルとかは60歳以上のかけ放があるじゃないかということで、そこの点についてもちゃんと押さえておりますよ。結果がこちらになります。ちゃんとで両社ともですね、税抜き価格でだいたい2700円ぐらいの価格になるのかなっていうふうに思います。いろいろね、初期の割引とかいろいろあるんですけど、そんなんちょっとなしにして計算するとこうなりますっていうところで見ていただくとですね、まあその状態でだいたい日本通信の今回の合理的かけ放プランというのと横並びの料金になってくるのかなっていったような印象があります。さらにデータ通信、まあ、3GB っていうことにしてるんで、まあ、3GB 使い切った後どうなのかっていう話なんですけど、1ギガじゃあ足そうかって言った時には UQ モバイル、 Y モバイルそれぞれね1100円1000円の上乗せ料金を乗せる必要があります。なので日本通信が 1GB あたり250円なんで、約ね4分の1ぐらいで 1GB の通信を買うことができるんですね。でこの点から言っても日本通信の SIM ってかなりお安いかなっていうことが言えると思います。でここでちょっと触れておきたいのは、60歳以上の方は通話し放題になりますよっていうことなんですけど、この場合特定の機種を利用していることっていうのが条件になります。いわゆるお手軽スマホとか楽々スマホって言われる機種ですね。なのでその機種を持ってないとかけ放題にならないっていうのがあるんですけど、日本通信 SIM の場合にはそういう機種縛りっていうのがないので、自分の好きな端末で使えるっていうところにもメリットはあるというふうに思います。パケットの部分についてちょっと補足なんですけど、この2社以外に MVNO って格安 SIM の会社さんたくさんあるんですけど、その SIM 会社もちょっとね、ザザッと僕の方で調べた感じだと、エクサイトモバイルというところが 1GB あたり650円で提供しているので、一番最安の価格と比べても3分の1ぐらいの料金で買えるっていうことになってますね。本当に今回この日本通信が発表した 1GB あたりの料金っていうのはかなり安いということが言えると思います。はい、ということでね、かなりね日本通信いいんじゃないか的なことは話してきたんですけど、気になるポイントっていうか押さえておきたいポイントもあるので、その点も話しておきたいと思います。一番ねパッと皆さんひらめくところがやっぱり速度面だと思うんですよ。で速度面で言うとやっぱり UQ モバイル、 Y モバイルの方に利点があるっていう風に考えられます。で具体的にはですね、毎月スピードテストをして各格安 SIM の会社さんの速度を平均しているホームページとかがあるんですけど、それを見るとやっぱり Y モバイルで UQ モバイルの速度が突出して速いです。日本通信は B モバイルとしてしかデータが出てなかったんですけど、それを見るとやっぱりかなり遅い数字になっていました。でただですね、日本通信 SIM としてサービスが提供されたのが最近なので、その辺 Twitter とかでパパッと見てみるとですね、朝とかだったら30Mbps が出るとか、昼間だとちょっと落ちるよとか、そういう書き込みはありました。だから B モバイルの時よりもちょっとだけ速度は上がってるのは期待できるんですけど、 UQ モバイルとか Y モバイルに比べるとやっぱりちょっとね速度面というところで不安はあるかなっていうふうに考えます。で料金面についてなんですけど、料金面についてはここまでね料金プランの定価同士を比較してきました。でただですね、 Y モバイル、 UQ モバイルって皆さんもご存知の通り、加入すると半年間は割引がありますよとか、家族で2回線以上入ると割引がつきますよとか、固定回線とセットにすると割引がつきますよとか、そういうプランがねたくさんあります。でそのような場合、そういうのを考慮するとですね、実は日本通信 SIM の今回のかけ放題プランよりも UQ モ
バイル、 Y モバイルの方がお得になるケースもたくさん出てくると思います。なのでその辺はちょっとお店に行って相談していただいたりするっていうのがいいのかなっていうふうに思います。まあ、見積もりもらうってことですね。日本通信 SIM はまあ自分でオンラインでしか契約ができないので、 UQ モバイルとか Y モバイルはお店でもらってきたプランと比較してどうかっていうのを自分で検討していただくっていうのがいいのかなっていうふうには思います。ただね、毎月の支払い自体は日本通信が安いんで、契約してずっと放っておきたい、もう触りたくないよっていう人は日本通信 SIM を契約すれば間違いないと思います。初期割引があってもずっとね、毎月の支払いは日本通信の方が安いので、こうね、だん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 狭まってくるとは思いますね。あとはですね、この日本通信 SIM 大容量で使いたい場合の SIM プランっていうのがないんですよね、逆を言うと。で、他の会社さんは3ギガから10ギガに上げても1000円ぐらいしかプラスにならないとかっていう感じのプラン構成になってるので、最初からもう10ギガバイト以上使うよっていう人は UQ モバイルとか Y モバイルとかを契約しておいた方がメリットもたくさんあると思います。特に最近はその高速通信量を使い切った後も1Mbps 以上の速度で通信ができるっていうようなプランがたくさん出てきてます。で、この 1Mbps っていうのがどれぐらいなのかというと、 YouTube だったら 360p っていうので動画が見れるぐらい、音楽のストリーミングサービスだったら全然つまらない、インターネットとかも割とね快適に見れるぐらいの通信速度なので、そちらを契約した方がいいっていう人もいると思います。なので使い方で最初からもういっぱい使うんだよっていう人は、日本通信 SIM よりも他の格安 SIM とかを使った方がお得だったり快適だったりするプランっていうのがあると思うので、その辺もねちょっと切り分けが必要かなっていうふうに思います。で、あとはですね、今回携帯のかけ放題プランがついてめっちゃ安いっていうのがポイントなんで、 LINE 電話だったり FaceTime オーディオだったり、そういうインターネット回線を使った通話をメインで使われてて電話なんかほとんどしないよっていう人、そういう方はですね、やっぱりこのプランよりも他の格安 SIM の1,200〜1,300円とか1,600円ぐらいで契約できるようなプランにしておいた方がお得っていうケースは多いと思います。ざっとね、僕が気になった点っていうのはその辺でした。はい、ということで今日はですね、日本通信から出た合理的かけ放プランというねプランのご紹介をさせていただきました。ちょっとしたことでも電話をかけたいよっていう人で、あと変なアプリを返したりとか変な番号をつけたりして電話をかけなくても普通に電話をできるようにしたいっていう方、そういう方には非常におすすめなプランなのかなっていうふうに思います。で、あとね、やっぱりこのプランどう考えてもビジネスにはね非常にもってこいだと思うんですよね。なのでビジネスとかで使いたいっていう人にもかなりおすすめできるプランかなっていうふうには思います。で、あとはですね、やっぱり60歳以上のかけ放のところでもお話しした機種に縛られなくて自由な機種でこの価格でかけ放題が使えるっていうのはね非常に魅力的な選択肢の一つだというふうには思います。だからビジネスにも非常に最適だっていうふうには考えられますよね。てかね、何よりもなんで今までこういうプランなかったのっていうのが個人的な見解で、やっとこういうの出たかっていうのも一つあります。いや、これね、僕がこういうのあったらいいなと思ってたドンピシャのプランだったんで、結構出た時わーっつって興奮しました。日本通信っていう会社さんの話になるんですけど、もともと格安 SIM の先駆け的な感じでわーって頑張ってたんですけど、最近ちょっとシェアが取れていなくって不安かなっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結構ですね、ローカル 5G の話だったり、セキュアな SIM の開発だったり、あとは 4G から 5G へのシームレスな移行のやり方とかね、いろんなものの技術を持った会社さんなんで、これからもしかすると非常に面白いプラン展開なんかしてくれるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってるので、今後ねちょっと日本通信さん個人的には要チェックでいきたいなっていうふうに思ってます。まあ、今日ねこうやって動画で話すためにまとめてみて思ったことはですね、結構年配の方とか本当に電話中心で生活してる人には非常に分かりやすくてシンプルなプランで自分でしっかり管理できるプランっていう意味では、かなり多くの人たちが満足できるプランには仕上がってるっていうふうに思うので、この間60歳以上の方には UQ モバイルとかおすすめですよっていうふうには言ったんですけど、結構ですねこの日本通信 SIM の合理的かけ放プラン、これもねおすすめできるっていうふうに思います。僕もですね最近ちょっと仕事の関係で電話をする機会が結構あったりするんですよ。なのでちょっとね様子を見て、もしかするとこのプランに乗り換えるかもしれないです。そろそろ前契約したビッグカメラ SIM の最低維持期間みたいなものも過ぎると思うので、ぼちぼちねちょっと切り替えなんかも考えていきたいなっていうふうに思います。まあ、皆さんの参考になれば幸いでございます。ということで今日の内容がちょっとでも役に立ったなっていう方はいいね評価、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。